ステージお疲れ様です。2日目から参戦ということで、はい、すごいもうステージングもかなりかっこよかったです。ありがとうございます。今回3つ質問したいことあるんですけども、はい、まずアンバサダーになったきっかけっていうのは何ですかね。きっかけは、ステージでもちょっとお話したんですけど、やっぱりボールがプロのためにプロとして作っているフリッパーだっていうことを認識して、それを伝えるプロの一員になれたらいいなと思って応募しました。で、今こういうみんなで一緒にチーム一団となって、なるほど、今その中で力入れてる活動みたいなものってありますか？力入れてるのはサロンでもそうですけど、サロンにしたり今女の子のバーバーさんがいるんですけど、ダブルライセンスでやっぱり女性バーバー、女性にもっとメンズカット業界で活躍していってほしいなっていうところにちょっと力を入れたいなと思います。なるほど、確かにステージ上がってる時も女性のお客さんが割合的にはかなり多かった感じですね。ファン、なるほど。見せ方の一つ。で、最終的にエデュケーターバーバーとして目標だったり夢だったりとかっていうものはありますか？そうですね、エデュケーターバーバーとして僕もまだまだなんで、もっとボールが広がって、メンズスタイルですね、かっこいいメンズスタイルがもっと広がっていったらいいし、お客さんの意識がどんどん高まって、メンズ業界全体が盛り上がれば、また僕たちにもプラスかなと思っているので、女性バーバーさん含め、そういったことも含めて全体が盛り上がっていくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。これからもチームで一緒になってどんどん盛り上げていってください。お願いします。ありがとうございました。